バルレッタ・アンドリア・トラーニ県プロビンシア・ディ・バルレッタ、アンドリア・トロニー、バルレッタ・アンドリア・トラーニ県は、イタリア共和国、プッテア州に属する県の一つ。バルレッタ、アンドリア、トラーニが共に県と,とされている。このうち、アンドリアが、2004年に、ホッチャ県とバーリ県の一部を分割して編成された、イタリアで最も新しい県の一つである。プッテア州北部に位置し、 北東側はアドリア海に面する。最大の都市アンドリアは、州都バーリから西北西へ約5 0トルホッチャから東南東へ約6 8トルポテンツァから北東へ約7 7トルナポリから東北東へ約1 7 5トル首都ローマから東南東へ約3 2 8トルの距離にある。 バルレッタ・アンドリア・トラーに県外略図隣接する県は以下の通り。2001年の国勢調査に基づく居住地区別人口統計によれば人口3万人以上の都市は以下の通り。アンドリア・バルレッタ・レイレイ・サンカノーザ・ディ、プーリア・マルゲリータ・ディ・サボイア・ミネルビー・ノ・ムルジェ・レイレイ・ナナスピナッツ・オーラ・トラーにトリニ・タ・ポリ、バルレッタ・アンドリア・トラーに県は10のコ胸から構成される。 2004年の法律により、バーリ県北西部の7コムーネ、ホッチャ県南東部の3コムーネが分離されて新たに誕生した県であり、2009年に県知事、県議会が選出されて、地方自治体として正式に発足した。左端の数字は ISTAT コードを示す。人口は2012年1月1日現在。面積は2001年のデータで、単位は 経平方メートル。県内に本拠を置くプロサッカークラブとしては以下がある。所属リーグは2012から13シーズン現在。アドリア海沿いにボローニャとターラントを結ぶアウトストラーダ A14 号線が県北部を東西に通過する。ナポリから半島を横断する A16 号線がカノーザディプーリアで A14 号線に合流している。高速道路。 ノルド・バレーゼ鉄道の運行系統図、レーテ・フェロビアーリア・イタリアーナ・ノルド・バレーゼ、鉄道ノルド・バレーゼ鉄道は、フェロトラムビアーリア社によって運行される、鉄道網である。ありがとうございます。